こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。2020年1月現在から見ると、およそ1年前のことになるが、海上自衛隊幹部のメンバーが当時佐世保港に配備されていたアメリカの強襲揚陸艦ワスプを視察していた。強襲揚陸艦ワスプはその名の通り各種の兵員や兵器をヘリコプターやオスプレイなどの航空機や上陸用舟艇を使って揚陸させることを目的とした艦艇だ。2019年12月にはこの強襲揚陸艦ワスプは佐世保を離れアメリカへと戻り、代わって最新型のアメリカ級強襲揚陸艦アメリカが配属されて任務に就くこととなった。強襲揚陸艦ワスプに比べアメリカは上陸用舟艇を収容する形式にはなっておらず、兵員や兵器の投入は航空機によってのみ行う運用に改められた点に相違がある。そうした上陸用舟艇を装備しているか否かの違いはあるものの、強襲揚陸艦ワスプへの海上自衛隊の幹部による視察が行われた理由は別の部分にあったとみられる。それこそがアメリカ軍でも試験的な運用とはいえ、保有する全強襲揚陸艦にその機能を持たすべく施行されている短距離離陸垂直着陸が可能な F-35B ステルス戦闘機の運用だ。これは強襲揚陸艦ワスプなどに最大で約20機の F-35B ステルス戦闘機を艦載機とし、いわば他国の軽空母的な航空戦力の拡充を狙ったものと言えるだろう。強襲揚陸艦ワスプは全長が257メートル。満載排水量も4万1302トン以上を誇る規模の軍艦であるため、この20機という艦載機の数値は少ないと感じられるかもしれない。しかし、前述のように、元は強襲揚陸艦として建造された艦ゆえに、先の上陸用舟艇などの収容などにも、船内のスペースを使用しているために、この数が今のところの上限なのだろう。それでも、航空母艦への改修が決定した護衛艦出雲、加賀の F-35B ステルス戦闘機の搭載数は最大でも約10機前後と見られており、これよりも多いことは間違いない。護衛艦出雲、加賀は全長が248メートル。満載排水量が2万6000トンと全長こそワスプと近いが、容積的にはかなり小ないことも影響していると思われる。ただし、他の艦載機との兼ね合いや、編隊編成などの観点からは F-35B ステルス戦闘機は6機程度の搭載になるとの指摘もあり、航空母艦と呼ぶには少し心もとないとも言えそうだ。それでも護衛艦出雲、加賀は約31億円を投じた改修が決定しており、艦載機となる F-35B ステルス戦闘機も42機の取得までが予算化された状況となっている。試験ではあるが、この状況から見るに護衛艦出雲、加賀は F-35B ステルス戦闘機の
試験運用艦たる位置づけであり、今後の航空母艦建造のベースとなる艦ではなかろうか。アメリカは前述のように強襲揚陸艦という艦種に F-35B ステルス戦闘機を艦載機とすることで、軽空母的な能力の付加を目指しているようだ。このように位置づけとしては異なる護衛艦出雲、加賀とアメリカの強襲揚陸艦だが、艦載機とする F-35B ステルス戦闘機の運用は短距離離陸、垂直着陸と共通している。何より、イギリスの最新鋭航空母艦クイーン・エリザベスなどのように、艦首部分にスキージャンプ式の発艦設備を持たない運用方法は、同一のものだ。本来、短距離離陸、垂直着陸可能な艦載機を搭載する航空母艦であれば、このクイーン・エリザベスのように機体の燃料消費が少ないスキージャンプ式の採用が一般的と言える。護衛艦出雲、加賀の場合、艦首付近の並走や他の艦載機の運用上の問題から、スキージャンプ式の採用は見送られているが、将来の新造艦においてはこの限りではないだろう。この点が護衛艦出雲、加賀の改修前に海上自衛隊幹部が、強襲揚陸艦ワスプを視察した理由であり、F-35B ステルス戦闘機の最低必要離陸距離での運用ノウハウ習得だ。ちなみに航空母艦化改修が施されるとはいえ、護衛艦出雲、加賀は常時 F-35B ステルス戦闘機を艦載機とする運用ではなく、あくまでも必要に応じてのことだと説明されている。2019年末に佐世保に配属された強襲揚陸艦アメリカが艦載機とする F-35B ステルス戦闘機も山口県の岩国基地所属の機体であり、これらとの連携も視野に入れたものだろう。つまり太平洋方面に展開するアメリカ軍で唯一 F-35B ステルス戦闘機運用を可能な強襲揚陸艦アメリカの補完的な役割も担う目的があると思われる。ちょうどイギリスのクイーン・エリザベスにおいてもアメリカ海兵隊所属の F-35B ステルス戦闘機を共同運用しているように、日米相互にそうした思惑もありそうだ。すでに艦艇や航空機の数的には中国に押されている日本にとって、海中の潜水艦同様に中国軍の侵攻を抑止する新たな戦略を担うのが F-35B ステルス戦闘機だと解釈できるだろう。